今日は1年で昼の時間が最も短い冬至です。県内では今日夕方からあさってにかけて山間部、平野部ともに大雪となる恐れがあり、気象台は注意を呼びかけています。1年で昼の時間が最も短い冬至に合わせ、佐賀市富士町の熊の川温泉にある千鳥の湯では、昨日から入浴客の無病息災を願ってゆず湯を提供しています。冬至の日にゆず湯に入ると風邪をひかないとされ、入浴客は爽やかな香りに包まれながら湯船に浸かり、冷えた体を温めていました。いつもじいちゃんと2人、今じいちゃん92何歳ですもん。で、私7つ違うて85ですかね。はい、仲良くここに来るのが楽しみにしております。佐賀地方気象台によりますと、県内では今日夕方からあさってにかけて強い冬型の気圧配置となり、平地山地ともに大雪となる恐れがあります。明日午前6時までに多いところで山間部で20センチ、平野部で5センチの積雪を予想しています。また佐賀県沿岸の海域では明日明け方から夕方にかけて雪を伴った風が非常に強くなる恐れがあります。気象台は降雪や路面凍結による交通障害などに注意するよう呼びかけています。